テンガールさん、ハートありがとうございます。ちょっと今日もお歌を歌います。ダブルマンさんもダルマありがとうございます。ピンクカメラさんもダルマありがとう。ハートも、タイワンさんもハートありがとう。テンガールさんも流れ星ありがとう。そう、歌おうかなと思って、あ、やばい、最近さスマホがバグるのだよね。スマホがバグる。ようこさんもハートありがとう。りゅうたろうのむさん、まんまんまんさんもだるまありがとうございます。流れ様ハートタンパありがとう。一点ガール様流れ星ありがとう。みーさんもだるまありがとう。ちゅうださんも T ありがとう。白眼鏡も結婚してありがとう。ということで早速ですが歌を歌いたいと思います。あ、聞いてください。なんかね、白眼鏡結婚してありがとうございます。あ、これいいや、これ後で話そう。とりあえず歌おっかって。ピンクカメラさんだるまありがとうございます。これが私の人生って、何に生まれるかわかんないから、え、そんな大したことじゃないし、え、それだけみたいな感じのことだから大丈夫。何にしようかな。でも割と寝起きなんですよね、だから声がさ出ないかも。これにしよう。桜の花びらがさらりと風に舞うように、誰にも羽ばたく時が来て、一人きりで歩き出すんだ。君と会えたことが過ぎた季節の意味、その笑顔が眩しかった。一緒に行けないけど、そんなに泣かないって僕は忘れない。 Wow, wow. 10年後にまた会おう、この場所で待ってるよ。今よりももっと輝いて、卒業はプロセスさ、再会の誓い、すぐに燃え尽きる恋よりずっと愛しい君でいて。今まで出会った誰よりも本当に君が好きだから、自分のその夢大切に、もっと君を守れるように、辛いことあってもうまくいかなくても、過ぎる春を数えながら、寂しくなるけれど未来を信じれば
僕は頑張れる。ウォーウォー。10年後にまた会おう。この桜咲く頃、何があったってここに来る。卒業はスタートさ、永遠の道のり。今は悲しみに暮れてもずっと手を振る君でいて。チェリーブロッサー何度咲いても、今日という日を忘れはしない。10年後にまた会おう。この場所で待ってるよ。今よりももっと輝いて。卒業はプロセスさ、再会の誓い。すぐに燃え尽きる恋よりずっと愛しい君でいて。どこかで桜の花びらがはらりと風に舞うように、誰にも羽ばたく時が来て、一人きりで歩き出すんだ。もっと君を守れるように。いい曲じゃん。誰だよって。これ歌ってみようよ。これ絶対に歌えないから。お前振り覚えてるかな。懐かしい。これ何回か劇場とかでやってた。これなんかアンコールとかで確か。あ、違うかな。なんかでやってたの。学校じゃ気づいていなかった。街でやってハートしてしまった。男性だって今さら思い出した。出した。イケてるんじゃない。声かけようか迷って、こぼれそうなカフェラテ。運命とは多くの話を聞かせて、誰かに見られて噂されても、私は平気。ティッチャーティッチャーなぜ逃げ腰で、ティッチャーティッチャーなぜ微笑むのかしら。ティッチャーティッチャーなぜ私とは、ティッチャーティッチャーなぜこんな距離を置くの。ティッチャーティッチャーなぜ教え子は、ティッチャーティッチャーなぜ恋愛対象外。ティッチャーティッチャーなぜプライベートは、ティッチャーティッチャーなぜよそよそしい。いつもと違う今日の先生。バイ。懐かしい。これてて教室じゃ興味がなかった。髪型が地味だと思ってた。まあいっか、パパよ年下ならちょっとセクシー。どっか行こうって誘って、指からメッドアップトゥユー。ちょっと危険なようよ。大人はからかって困らせたいだけ。面白すぎる。抱きついてもいい。ティーチャーティーチャー今さりげなく、ティーチャーティーチャー今腕をすり抜け。今意味あって言ってたよね私。
ティンちゃんティンちゃん今まるで明日ようにティンちゃんティンちゃん今気をつけてティンちゃんティンちゃん今帰りなさいなんてティンちゃんティンちゃん今100円ドラマねティンちゃんティンちゃん今真面目すぎる夢の世界へついてきなさい。2番わかんないんだよね、あんまり。だから憶測で歌ってる。いつも教えてもらってるけれど愛について教えてあげるわ。さあもっともっと楽しい時間、ここからは全てを任せてお願いティーチャー。常識はティンちゃんティンちゃんさ忘れてちょうだい。ティンちゃんティンちゃんさ今日だけはティンちゃんティンちゃんさ一人占めさせて。ティンちゃんティンちゃんなえちょっとずれたよねめちゃくちゃ。ティンちゃんティンちゃんなぜ微笑むのでしやばいもう歌わない。私とはティンちゃんティンちゃんなぜこんな距離を置くの。ティンちゃんティンちゃんなぜ教え子はティーチャーティーチャーなぜ恋愛対象外。ティーチャーティーチャーなぜプライベートはティーチャーティーチャーなぜよそよそしい。いつもと違う今日の先生は。この曲さめっちゃさ踊ってたの。踊ってたし結構好きだった。他はなんかないかしら、なんかないかしら。これにしよう。王道王道曲。久々にうるしゃって聞いたね。わかんのそう全曲だから、ね。キラキラ容赦ない太陽が強火で照りつける On the beach。 うぬぼれ温度は急上昇、落ち着かないのは真夏の差がだね。二人目が合えばなぜかそらすのに僕をまたすぐ。てかめっちゃ噛んでたよねさっき。もしかしてもしかしてフライングジェット、僕は一足先に君の気持ち今すぐ手に入れようか。フライングジェット何か言われる前に心の内ビビーと感じるままに誰といても微笑み方って君が僕に恋を恋をしてるのテーパー。フライングジェットだから誰より早く君のハートのすべて僕のもの好きだから。ラブラゲめっちゃさ滑舌悪いんだけど。やばい41日だって。うそを言って素直にならなきゃ楽しくないですよね。誘ってる僕に来てくれとそれが。まさに2番はあんまさ歌ったことフルでやったことないんだよねこれ。始まらないマインジェット君に空振りしてもマインジェットいつもやるだけやるさ笑って見てて分かる。僕は君にずっとそこにいると。ずっと弱く待ってるような
変なとこでさ、あの充電があって出てきた。心ちびびと感じなのに、何といても微笑み語って、君が僕に恋をしてのせた。ライゼットだから誰より早く、君のハートのすべて僕のもの、好きだから、ラララジェラララ。懐かしいね。ひなこやっぱこれ歌いたい。もう一回これ好きなの。もうすぐ夏だしね。オイル背中に塗ってと、水着の上外しながら寝そべった。大胆な君の一言は甘たるい匂いがした。どこまでも青い海空、僕たちの関係に似てる。水平線は交わってるのに、そう今はまだわがままな妹のようさ。真夏のサンスクつぶやきながら、次のステップへ進みたいね。恋のカリキュラム波音サウンズク、心が騒ぐよ。去年よりも僕は本気になる。ここでビッグクリーム。砂浜で肌を焼いている、君を置いて僕は一人泳いだよ。その後のいきなりのキスは塩辛い味がした。あの風景とは空気まで変わった気がする。海と空がちゃんと向き合って、そうお互いのその朝映し合っている。渚のグッジョブ愛しい人よ。ずっと切なくて言えなかった、君が近すぎて聞かけぐっちょ。素直になるんだ、手を伸ばそう恋の
じゃないか。これこの曲で一旦終わりするね。じゃないと充電がやばいからなくなっちゃう。だからイヤホン外して充電のあれさせないと。真夏のサウンズグッド、つぶやきながら危ない危ない。心が騒ぐよ、去年よりも僕は本気になる。真夏のサウンズが君が好きだ。波音とサウンズがやっと言えたよ。渚のグッドジョブ、君が好きだ。きっかけグッドジョブ、いいタイミングだね。真夏のサンスクール。終わりじゃないと、もうねカラオケはもう終わんないと。充電がやばいから、ほんで一回充電持ってくるね。まあ持ってくるねって言ってもすぐそこなんだよね。真夏のサウンズね。なんかさ今日暗いなって思ったらここの明かりつけてなかったんだ。そういうことだ。ほら次のステップへ進みたいね、恋のカリキュラム。波音サウンズグッド、つぶやきながら次のステップへ、シュシュみたいね恋のカリキュラム。そうだ、あの YouTube のチャンネル登録者数が5000人超えたんです。ありがとうございます。そんなに動画も4個しか出してないんですけど、すいません本当に。でも5000人いったのが嬉しくて。そう、一番最初の投稿、あのあれは2万回再生いって、いいねもいっぱい、もうちょっとですよね。ありがとうございます。全然出てないのに。でもやっと今ドバイの公演をあのなんていうの、編集してるから、やっと。あ、そっか、ストロベリーフラペチーノか、今日から。待ちに待ってよ。だよね。だから、ほんとだよね、マジで。編集、ちゃんとしてよってね。君が好きだ。あ、そうだ、私。課題をやんないといけなくてそうだった、めちゃくちゃ忘れてた。ちなみにやばい、めちゃくちゃ忘れてた。え、待って、めっちゃ忘れてた。え、待って待って、しかもさ、え、待って、いやいいや、それは後ででいいよ、後ででいいや、そのパソコンを充電しないといけないって思ったんだけど、後ででいいや、とりあえずね。波音とサウンズグッド、手伝うよ課題だって。え、本当にえ、本当にね、みんな聞いてほしい私の。あ、てかその前に、あの明日私浴衣のイベントをやりますってみんなに言ったと思うんだけど、15日あのロケの人かぶってるから無理じゃないっていうね、お話をなんか起こしていただいたんですけど、
それでもイベントを参加したいなって思って、無理なのは分かってるんで、でも無理なのは分かってるとかダメだね、言っちゃう、無理かもしれないけど、いや無理なのは分かってるんだけど参加しようってもう決めたし、参加しようって思ったので参加することにします、明日から。いいですか、皆さん応援してくださいますか。もう明日から始まるんですけど、確か一回見るね、そう明日は。でも絶対に無理なの分かってるんだけど、だってすごいんだもん、もうメンツが、メンツって言わないね、ほら5月9日の6時からなんですね、明日からなんですね、君が過ぎる、やっと言えるよ、そう明日からガチイベなんです、だからみんな応援してくださると嬉しいですっていうことを言いたかったの、みんなに。しかもっていうお話でした。一個はね。じゃあ普通に明日学校で、普通にね、学校なんだけどさ、ね、学校なんだけどさ、明日はそう、明日の6時からみたいなので、そうそう、なんかそんぐらいからしようかなと思ってるよ。いいかな6時から配信しようかな、6時から始まるんだし、いいかな、いいかな自分が気まずれておもろい、いいかな、っていう感じなんですけども、そう最終日、最終日がね、かぶってるんですよ。だから15日の9時59分までなんですけど、イベントが、もしかしたら最終日は朝早くにしかできない気がする。もうほんと5時、朝5時とか、またかぶってる、どういうこと、そうかぶってるのロケと、そうだからかぶってて、できる、その最終日にできるとしてもほんと朝5時とかになっちゃう。で夜はもう多分できない、ほぼ92% ぐらいできない、その日一日ロケしてるから、そうちょっともしかしたら全然ダメかもしれないんだけど、そうめちゃくちゃ不利なんだけど、ラストスパートね、ロケのスケジュール的に、いやー無理だと思うんですよね。ゆうまさん本当ありがとうございます。そうだから、まあでもそれはまあ仕方ないけどさ、
ママルさんパありがとうございますでっていう感じなんですけど、泣きさまグッジョブ、つぶやきながら次のステップへ進みたいね、恋のカリキュラム。まあまたそれは教えるんですけど、ひろみくんなるまありがとうございます。次のステップへ進みたいね、恋のガリプランでさ、あのさ、本当にさ、明日からさ大学が始まるんだよね。やばいよやばいやばいよ、やばいよね。起きれるかな。そもそも。まずそっから起きれるかなっていう。いや起きれるよ。だって寝坊したことないもん。今この前期始まって。にゃんぱさんだるまありがとう。でもね、課題をやらないといけなくて、そう、課題やらないといけないのよ、めちゃくちゃ。え、ってか聞いてほしい話があったんだ、みんなに。え、なんかあのね、英語の授業があって、単位取れてる？だって、まあ、うーん、難しいね。まあ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 って感じまあまあまあ、聞いてほしいこの話。なんか英語の話があって、間違えた、英語の授業があって、それにね行ったんですよ。英語の授業があってね、そうで行ったんだけども、え、待って、明日って暑いかな、急に話しかんの。え、雨降ってる、今日めっちゃ天気悪いじゃん。確かに雨降ってたね、ちょこっと。え、ほんとだ、明日ちょっと気温低いね、割と。じゃあ上着着ないとだ。君の声がするな、なく差し込んだ眩しいライサー、それないで。いやん、いやね、いやね。君と見たい夢と見合い。そう、それで英語の授業、この話聞いてほしい、どう思うか。まもらさん、ありがとうございます。どう思うか聞いてほしい、この話。みんなの意見を聞かせて、意見っていうか普通に話したいから言うんだけど、なんかその英語の授業に行ったんですね。で、そしたらなんかまず出席をね、英語の授業、なんかさ、大学っ
ってさ、学生証っていうのがあって、学生証をなんか機械みたいなところにピッてやったら、まあ多分それぞれ違うかな、違うのかな、でも大体そうだよね、ピッてやったら出席が取れるんだけど、ちゃんと来ましたよって感じになるんだけど、なんか英語とかそういうの、なんかなんていうの、語学の授業はなんかピッてやるのはあんま意味ないみたいな、なんか先生がしっかり、なんか少人数クラスだからそういうのって先生がもう出席を取るの、何々さんはい、何々さんはいみたいな感じで、だからもう絶対に行かないとダメな授業、わかるかな、その場にいないと出席が取られない、わかるかな言ってるの、私語彙力ないからさ、みんなに伝わってるか不安、本当に語彙力なくて伝わってるか不安、そうそう、ピーターと他人の場合があるから、なんかもうその場に実際に授業にしっかり出てないと出席になんない、だからこうやって何々さんって呼ばれてはいってやって書かれる、あこの人出席してるみたいな感じだから、団子部長さんだるまありがとうございます、そうそうっていう感じなのね。でそれで、その英語の授業に行ったんですね。そしたらその英語の先生がちょっとクセ強先生だったの。まずもうクセ強先生だったの。おっとクセ強いぞって思って私もね。おっとおっと、これさ見られることないよね、これ今から言うこと。え、これ今からさ、こうやって喋ってるけどさ、その先生本人に見られることないよね。大丈夫だよね。でもおすすめの教授もの話とかもいっぱいしてるし大丈夫だよね。え、さすがに見てないよね。大丈夫だよね。では大丈夫だよね。そういうショールームとかなんかなんだろうね、ちょっとは、うん、まあ見てないよねさすがに。でそれね、なんか可愛いね、おじさんと山手線で遊ばないだって。え、何言ってんの、山手線で遊ぶってどういうこと。ちなみに YouTube 系で見てるので、ショールームの存在を知らないと思う、そもそも YouTube も知ってるかもわからないぐらいのクセ強い先生なんだけど、まあ YouTube はさすがに知ってるか、でも YouTube 見たことあるのかなレベルのクセ強い先生だったの。え、今やばい、マジで言い過ぎねえよね、さすがにこれ見られたらさすがにやばいよね。でまあ聞いてほしい。それで、でまあその出席を取られるのね。でそれで、まあ全員、まあそこの全員の何々さん、え、まず癖強いところいい一個。なんか何々さんって呼ばれたら Yes って言わないといけないの。Yes って。なんか何々さんはいとかじゃない。普通はそうじゃん。奥原さんはいじゃん、出席取る時とか小学校の頃とかもはい元気ですとか言ってたけどそういうもんじゃん。なのに奥原さんって言ったらイエスって言わないといけないの。イエスって、え、なんで、なんでそこでさ、なんでなんでイエスなの、これはどうして、なんか理由があるの、みんなどう思う。わかるよ、その小学校の頃とかははい元気ですって言ってたの。はいちょっと喉が痛いですとか言ってたんだけど、え、じゃ英語、え、さ英語の授業ってのはわかるよ、でもイエスってさ、なんでイエスって言うの。え、英語の授業ならわかるんだけど、なんでイエスなの。イエーとかでいいじゃん。イエー Yes sir みたいな
それはちょっと違うね。いや、それなんかなんて言うんだろうね、なんかイエスは違くない？え、イエスなのかな、ちょっとわかんないんだけど、その英語に詳しくないから、英語に詳しくないからわかんないけど、イエスなの？イエスとかの方がよくない？イエスサーとか、いや違うかな、でもイエスは違くない？え、どう思うこれ、え、どう思う？はい、イコールイエスだよ。あ、そういうことね。あ、確かにイエスってはいだね。あ、そういうことか。あ、だからイエスって言ってんのか。イエスサーで返してみてよ。だっていや、さすがに無理、怖いもん。その先生怖いの、無理なの。海外の病院で名前覚えたらイエスって言ってた。あ、そうなんだ。でも確かにイエスってはいだよね。あれ、じゃあ私がバカだったのか。じゃあ私がバカなのか、うん、じゃあ私がバカだったわ。理解、それ生徒みんなイエスって言ってるの。じわる、え、そう、みんなイエスって言うよ。なんだ、じゃあ私がおかしいんだ。確かにイエスって入るよね。でもイエスなんか面白くて、その時はえ、イエスどういうことみたいな感じで思ってたから。でも冷静に考えてみたら私がおかしかったんだ、私が間違ってたんだ、私がバカだったんだ。なるほどね。まあそれでその話置いといて、まあイエスとか言うのね。でそれでなんか先生がエルスヤングみたいな、ちょっとなんて言ってるか分かんないでさ、なんかエルスノーなんかノープロブレムみたいな、なんて言ってたっけな、エンシングみたいな、ちょなんて言ってるか分かんないんだけど、多分他になんか他だ問題ないですかみたいなこと聞かれたの。だからその名前呼ばれてない人とかいませんかっていう意味のあの質問されたの。Everything or no problem みたいな感じの英語ちょっとわかんないけど、今めっちゃ適当に私の憶測で言ってるんだけど、みたいな質問されたの全員にね。でなんか名前呼ばれてない人が何人かいたので、それで女の女性の先生なんですけど、女性の方で、そうそうそう。で、前私の私一人で受けてて、あの友達とかいないってことね、知り合いとか友達とかも一切なくて、もう全員知らない人で、私の前に座ってたなんか男の方、男性の方男子がなんか、あ、はいみたいな、僕呼ばれてないですみたいな、はいみたいな言ってて、そしたら先生が、え、こういう時は excuse me だよねみたいな、 excuse me から入るよねって、 excuse me だよねみたいな感じで、でもうその時点で私はこれは私やっていけないわって、確信して、そう、 excuse me だよねって黒板に、あの could you please check my name、 だからもう私の名前なんかわかる、呼ばれてないからチェックしてほしいみたいなことを言うんだけど、その呼ばれてない人はなんか could you please check my name みたいなことをまず書いて、そのことについてなんか説明されてて、先生がね、でそれをまず一回消すの、先生がその黒板に書いてあるのを消して、でもう一回言うの、はい、じゃあもう一度最初からってその男の子に言ってて、で excuse me みたいな、で黒板に書いてあるのを見ようとしたんだけど消されてて、それだからもうちゃんと話を聞いてないとマジでやばいみたいな感じなんだけど、で
その男の子はなんか女の子と打ちてて隣に座って、でその女の子が教えてたんだけど、なんかその先生はいやいや教えてもらわないよみたいな、教えてもらわないよ自分で言いなさいみたいな感じで、ティンさんハートありがとうございます。でそれで男の子もなんだったっけみたいになってて、で先生もいやさっき言ったじゃんみたいな、さっきのことを普通に言えばいいんだよみたいな、さっき言ったじゃんみたいな感じですごい詰めてて、窓から飛び出そうと思ったよね。私端っこ座ってて窓あったから窓から飛び出ようと思ったぐらい、本当に。でしかもなんか遅れてきた人もいたの。ブンブクチャガマサンダルもありがとうございます。でそれで遅れてきた男の子がいて、でその子にもう結構詰めてて、遅れてい、なんか今遅れてきただから I'm late って言ってみたいな、 I'm late でその後に名前のチェックしてほしいって言ってみたいな言ってて、めっちゃ詰めてて、いや別に遅れてきたことに関しても別に何も言わないんだけど、先生も先週はあの何々線が遅延してて遅れちゃったからみんなに迷惑かけたから、遅れてきたことは何も言わないよ、別に悪いことじゃないよみたいな、ちゃんとした理由があればね全然悪いことじゃないよ、でも遅れてきたことに関しては言ってた、その遅れてきたことを英語で伝えてほしい、だから I'm late から始めてみたいな感じのことを言ってらっしゃって、はなちゅんハートありがとうございますっていうまあ感じのことをねそう言ってて、あのもう癖強い先生でしたっていう。どう？みんなだったらどう思う？そういう先生でもどう、でもまあ普通なのか、普通だよね。だって英語の授業だもんね。英語の授業。I'm too late.ベリーソーリーはははそんなにできないWY さん誰もありがとうございます。そうだからね、本当に無理だ、私無理だ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 って、英語の授業の中なら普通だけどね、そうだよね、これが普通なんだよね。でもそれなんか一人っていうのがやっぱ心細いね、そういう先生に当たると。ひなこちゃんハーフに見えて羨まなって、え本当ハーフに見える、どことのハーフに見える。私さ小学校の頃かな、小6ぐらいの時にさ、なんかみんなで帰ってて友達と、なんかハーフに例えるならどことどこみたいな、なんかお互いのやつを言い合ってたのね。で私なんて言われたと思う、私はインドって言われた、インドとかブラジルって言われた確か。インド、でも自分でも思う、
なんかちょっと顔濃いよね私って、自分で言うのもあれなんだけどさ、顔濃いよね私、他の人と比べたら顔濃いよね。インドはちょっとだけわかる。そう本当？そうインドとブラジルって言われた、インドとかブラジルとか。でも顔濃いって自分でも思う。薄くはないなって思う。眉毛が濃いからか、それは眉毛が濃いからそう思うのか。これ見て、韓国で撮った、隣お姉ちゃんなんだけど、なんか笑ってる、楽しそう。You and me。 韓国とかにもいそう。本当？てかね、あげたい写真がねまだあるんだっすよ。インスタとか、インスタ、今回はね、でも YouTube 撮ったので、そう YouTube が上がるのを待っててほしいなっていう感じです。カジノしたよ、カジノ。ね、こういうお土産も買いました。じゃーん、可愛くない？見て、何個入れ、12個入れだって、かわいくない？ウォウォウ、かわいっしょ。これは大学の友達に買いました。だから持っていきたいと思います、明日でね。なんか自撮りとかもいっぱい撮ったの、ほら、こんなんとかもあるし、聞いてください、私も大学3年生ではやばくない？やばくない？さすがに信じらんないよね。部屋めっちゃ綺麗なのね、意外性。そう、部屋、私意外と綺麗好きなんですよね。大学受かりましたって言ってたのが懐かしいだって。本当だよね、懐かしい。
うん、まい、ピクピク、うん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 、潔癖症っぽい。だってえ、そうかな、あーやばい、潔癖症ではないかも。あー、いや、なんかね、潔癖症かもどっちだよって、なんか時による、土地と場合による、ものによるって感じかな。これめっちゃ見えちゃうね、いろんなものが。サングラスとかあるんだからさ、夏とか海行きたいよねって。来月でひなこちゃんして3年だって、やばい、3年もしてくれてるの、嬉しい。長いね、うちらの付き合い。え、てかもう1時間ぐらい経った？もしかして。なんかすごい普通に、何のあれもなくめちゃくちゃ普通にやってた。で、何しようとしたんだっけ私。マジか、気づかんうちに1時間やってたらしい。うん、今日は何するの？みんなまだ4時40分だけど。何するん？ゆっこん、ゆえみ。少々さん、本当ありがとうございます。顔文字さんも昨日だるまありがとう。余裕ぶっこいてるけど課題やなくて大丈夫だって。いや、やんないとやばい。なんかさ、レジュメみたいな、レジュメって何？みんなレジュメレジュメって何かを知ってる？レジュメ、みんなレジュメが何か知ってるかな。まとめ的な、そう、まとめ的な。ネズミの仲間死ぬんだけど。レジュメとか懐かしいでしょ。レジュメをね、作らないといけないんです、僕ちゃん。や
ばいでしょ。なのにこんな余裕ぶっこいててどうしたらいいですか。頭いいのは小さい頃から塾とかで勉強してたから。だって頭良くないんですよ私。ラスを照らす光で作ってる気に開くの。東大なのにこれまたご謙遜を。そうね、まあ、東大行ってるからいっか。ここは別に自慢しといて。さね、聞いてほしい。みんな最近ね、なんか夏じゃん、もう夏になるじゃん。で半袖が必要になってくるじゃん。だから結構割と最近お買い物行ったりとかしてるんだけど、なんか夏、やっぱ夏服って可愛いよね。なんか夏服ってさ可愛くない。なんか言うねんとかね。いいよ。カズさん、どうもありがとうございます。シュウシュウさんもありがとう。カオモジさんもペンライトありがとう。冬服の方がモコモコしてて好きやって。わかんの。でも私首が短いのね。だから夏、間違えた、冬ってさ結構ここまでさある服とか多いじゃん。だからそういうの着るとマジで壊滅的に首がない人になっちゃう私。かおんさんだるまありがとう。だから夏はなんかすっきりしてるじゃん、半袖とかで。だから夏の方が好きかも私。私って人は私はね、服はね、ちなみに気温は大嫌いだよ。気温は冬の方が好きで、服に関してはそっちの方が好きかもってだけで。リュータののむさんも音波ありがとうございます。でこうやって最近ゾゾタウンとかで見てます夏服を。でもゾゾタウンさ結構前から入れてて、結構前から知ってはいるんだが、頼んだことない。知ってはいるってない。結構前からアプリ入れてて、結構前から服とか見てるんだけど、頼んだことは一回もない。てかもうちょっとでさあれだね、母の日でどうする。みんな って言ったら出てきた。母の日に送るおすすめコスメだって。頼んだ時ないの。ネットであんま頼まないんだよね。なんかだからね、買いに行くことが多い私、服とか。なんか実際にさ見てみないと怖いじゃんっていう理由で。ゾゾでダーリッチとか買うことをやって、分かる。でもダーリッチのアプリで見てるけど買ってはない。ネットであんま買わないな。ダーリッチとかネットで見るけど、結局買うのは直接行っちゃう。
でも服かわいいよね。服ってかわいいよね。しかも自分のなんかダイエットしてて自分が結構痩せたなって思った時に服とか着たら超かわいく見えない？え、この動画もちょっと見せていいかな、みんなに。え、よくないかな、この動画。いや、ちょっとあんまよくないかな。え、いいか。ちょ、一瞬のうちに見せるね。見て。チンアナゴで遊んでんの、やばくない？可愛くない？チンアナゴで遊んでんの、やばくない？チンアナゴで遊んでんの。そう、チンアナゴ有効活用してる。一度買うと忘れた頃にクーポンくれるからなんだかんだ使ってる。あ、クーポンくれるの。 R さんハートありがとうございます。ネットで買って何回も返品したね。知らんだけど、さすがにそれはおもろ。切り開くの秒針ティッティッ梅ピッピッ。レイは友呼ぶのかな。そうだよ、げんこつ山のたぬきさん、おっぱい飲んでねんねんして、あっち行ってこっち行って、なんだっけ、あ、もう充電良さそうだね。君の声がするな、な、じゃあそろそろ終わろっかな。ちょうど1時間ぐらいも経ったもんだし、ランキングも13位顔文字さんありがとうございます。12位ゆうまさんありがとうございます。11位ひろみくんありがとうございます10位りゅうたろんろんまんさんありがとうございます。9位しょうしょうさんありがとうございます。8位 R さんありがとうございます。7位ちゅうたさんありがとうございます。6位 WY さんありがとうございます。5位あゆちゃんありがとうございます。4位はらちゅんありがとうございます。3位まぼろしさんありがとうございます。2位六甲山の仙人さんありがとうございます。仙人1位は白眼鏡でした。白眼鏡ありがとう。白眼鏡ありがとう。ありがとうございます。チンアナゴさん、金のだるまありがとう。スペースゴーさんもバラありがとうございます。ということで見に来てくださってありがとうございました。明日は6時から配信すると思います。でイベントも始まるので、ぜひ皆さん応援よろしくお願いします。よろしくね。それではみんなバイバーイ。
またね。